1933年発売のニガ眼レフ、スパーブホクトレンダーは、次のいずれかを指す。1756年に、オーストリアのウィーンに創業し、ドイツのブラウンシュバイクに移転した、工学機械メーカー。日本の工学機械、メーカー、コシナが発売する、カメラレンズのブランド。第二次世界大戦前の輸入元であった、コニシロク本店はカタログで、ホクトレンデル。 フォクトレンデル、フォイクトレンデル等と舞台ドイツ語風に表記していたが日常会話におけるドイツ語発音はフォークトレンダーである。戦後日本を訪れたアメリカ人がフォークトレンダーと発音していたため現在日本では英語読みで表記するようになったとする説もある。フォークトレンダー創業者は ヨハン・クリストフ・フォクトレンダーで、マイスターから独立し1756年に、ウィーンで、計測機械と、工学機械の小企業を開業すると、大学から注文を受け実験用レンズやガリレオ式、望遠鏡、拡大鏡などを少人数で、手工業を生産していた。その子であるヨハン・フリードリヒ・フォクトレンダーが1807年工学機械の工作賞、 フォクトレンダー不思議紹介と命名した。1823年、世界初の双眼鏡となるオペラグラスの発売を始めたところ、これが国際的な大ヒット商品となり、英語でフォクトレンダーがオペラグラスの代名詞として使用されるまでに発展させた。肖像写真用ダゲレオタイプベッサ三代目となる、 ペーター・ウィルヘルム・フリードリッヒリッター・フォン・フォクトレンダーは、ウィーンの工芸学校で学び、1839年に、フォクトレンダー不思紹会の社長に就任した。ちょうどその頃、ダゲールの写真術が発表され、たまたまパリに滞在していたウィーン大学教授の、アンドレアス・フォン・エッティングスハウゼンが、その詳細を知った。リシも、世界初のカメラ。 ダゲレオタイプが発売されたがそのレンズは F17 と暗く直射日光下でも30分間の露光が必要で肖像撮影には苦痛を伴うものであった。前室のエッティングスハウゼンは明るいレンズの必要性を痛感してウィーンに戻るとジョセフ・マキシミリアン・ペッツバールに明るい肖像写真用レンズの設計を依頼、1840年に f3.7 の写真用光学レンズの設計を受けると、ペッツバールからその製造を委任された。また三大目フォクトレンダーは、世界初の送金属製カメラを同年末に完成、1841年、ペッツバールの設計による、フォクトレンダー不死紹介製造の肖像写真撮影用シンダゲレオタイプ装置として発売した。このカメラは、 パリ万国博覧会に出品され、代表版となり、喜んだ、オーストリア皇帝から三大フォクトレンダーは叙勲され、後に、君爵氏に列すると、本を名乗ることを許される。フォクトレンダー不市商会は1849年に、ドイツのブラウンシュバイクに支店を、開設。1852年に、転入届を提出すると1862年に、移転。 工場を拡張し海外にも代理店を置く国際企業となった。四代目となるフリードリッヒ・ウィルヘルム・リッター・フォン・フォクトレンダーはウィン生まれで父に従い1849年ブラウンシュバイクに転居し工芸大学を卒業すると直ちに父の工場での実習につきその後マイスター制度に従ってフランクフルト、カールスルーへベルリン、ロンドン、パリと旅をした。 20歳の時にパリのハルナック・プラモフスキー工場で製作した顕微鏡がその後長年にわたり同社に飾られていたという父の病気のため1868年社長代行に就任1878年その死に伴い社長に就任した4代目は品質に厳格で1895年頃まで工場を出る 全製品を自分で検査していたという。会社の名声は、ますます高まったが、彼は、おごることなく、常に、同時代のライバルであるエルンストアベや、カール・アウグスト・フォンシュタインハイルの業績を、来参していた。フリードリッヒ・オットー・ショットが1886年に01209、ルツボで発見した高額ガラスは、ショット社で生産され、これを使用した。 サイスアナスチグマアートは1888年に発売。そのライセンス生産を1891年に開始すると、1898年1月12日には、フォクトレンダーフ史商会を株式会社組織に改祖した。研究開発にも積極的で、儀形邸で、ブラウニッシュバイク工芸大学教授で後に学長となる。 ハンス・ゾンマーの理論的知識を実地に取り入れたり、重役に、学者のダービッド・ケンプ・ファー、アドルフ・ミリテ、カール・アウグスト・ハンス・ハルティンクを招聘している。ケンプ・ファーの設計で1896年2軍6枚、対象型のコリニア、ハルティンクの設計で1900年3軍5枚のヘリアーと、著名なレンズ製品を販売した。写真用ダゲレオタイプ装置の発売後は、 ブラウンイッシュバイクへの移転などもあってか久しくカメラ、製造していなかったが、1903年頃から、最新出を図り、カメラの中のストラディバリオを標語とし高品質のカメラを、生産した。二人の子供に先立たれた四代目が1924年に、没すると創業家のケチム役を与えたものの、アドルフ・エーマーが、社長となって会社を統率した。1925年に、 ドイツの科学大手企業のシェーリンクが大株主となると経営を活性化、合理化し、1926年にはスコパーを発売している。ビトローナ・ブラウンシュバイクは大きな戦災を免れ、またイギリス占領地域だったため、第二次世界大戦後の立ち上がりも早く、1947年には300万本目のレンズを出荷した。 1944年に就職したアルブレヒト・ウィルヘルムトロニエにより1949年にカラースコパート、カラーヘリアー1950年にウルトロン1951年にはノクトンとアポランターが発表された大番用アポランターによる鮮礼な写真は雑誌のグラビアを一変させたほどであり会社は1952年から1955年の 間に総資産、約2000万マルクから3200万マルクへ、従業員数1660名から2500名へ、急成長した。しかしその後は、日本製の安価なカメラに押されるようになった。1956年5月16日株式が、シェーリンクからカールツアイス財団に売り渡され、代表者は、コンタックス愛型開発者のハインツキュッペンベンダー、博士となった。 1960年には、世界初のスチルカメラ用ズームレンズ、ズーマー。1965年に、世界初のフラッシュ内蔵、カメラビトローナを発売するなど業界を牽引する場面もあったが体調は止められず、1965年10月、財水コンとカルテルを結成し、財水コンフォクトレンダー販売会社を発足。1969年10月1日をもって、 在水根に吸収合併され新生在水根のブラウンシュバイク工場となった。1971年8月、在水根は一般消費者向け工学機械事業から撤退を決定、伝統あるブラウンシュバイク工場は1972年に創業を停止した。フォクトレンダーの商標権はローライに譲渡移転され、ローライフレックス SL35 を フォクトレンダー名にした VSL シリーズ等が販売された。その後、ローライが1981年倒産した際、当該商標権はドイツのプルスフォトに移転、1997年にリングフォトとの共有名義になった。ベッサー R4A1999 年にプルスフォト、リングフォトから商標権の通常使用権の許諾を受けたコシナは、 フォクトレンダー及びその一連のレンズ名の商標を使用してレンジファインダーカメラ及び交換レンズを製造販売その後通常使用権をもとに旧フォクトレンダーのレンズ名の商標を民生用工学機器に採用して製造販売海外輸出を含むブランド戦略を展開している一連の商品には M42 マウントの一眼レフカメラ ライカマウントのレンジファインダーカメラ用の交換レンズ、前期一眼レフ用並びに、ニコン F マウント用の交換レンズ等の各種のカメラ、機器、各種交換レンズ等を手掛けた。その際に、レンズ名として用いるものとしては、スコパー、ヘリアー、ウルトロン、ノクトン、アポランター等が選ばれた。主な執筆者名の50音順。本文脚中以外の資料、発行年順。 ありがとうございます。